ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？いや。住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。見てあれ、なんか光ってんの。入り口か。絶対入り口でしょ。そうね。水遊び？まあな。やっぱり絶対怪しかったからね。なんかあると思ったよ。入り口あるって言わなかった？行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。ああ、ビグスとウェッジ。仲間っていうか部下だけど、信頼できる形だよ。どこまで続くのこの階段。もう随分下ったな。ふぅ、やっと終わり見えてきた。住んでた人は大変だったろうね。あれ、なんで明かりついてんの。まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。待ち伏せされてるってことかもな。ちょっと帰りたくなってきた。何もなさそうだ。こっちは外れみたい。
や、こっちは何かあるかな。部屋多いな。一人で先行くなよ。だいぶ風化が進んでるな。なんか今にも崩れてきそう。足元を気をつけな。さてどうする。はっ、うりゃ、はっ、よっ、よっ、やるじゃないか。先に進むよ。これはすごいな。こんなものが。上見て。水面に見えるね。え、じゃあここ水の中。すごい、魚まで泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだな。グラディオも来たらよかったのに。興味なさそうじゃね。案外感動するかもしれない。